世の中のこと覚えねえとな、社会に出れねえぞ。お前今クソだからな、社会的に言えば。大人も子供もお姉さんもごきげんよう、ゴールド。はい、ということで、まあ、今回はね、こちらの熊友1からやっていきたいなと思うんですが、前にね、僕が出した、ね、中古で買った熊友の動画の方が、まあ、結構ね、再生されておりまして、本当にありがとうございます。まあ、今回はね、新規一点1からやっていこうかなと思う次第でございますが、まあね、先に申しておくと、僕の動画はね、ほのぼの系の動画ではないので、本当ね、気分を害される方はね、もう見ない方がいいですね。本当、僕は普通にやんないんで、そこを分かってる人だけが見ていただければなと思います。ということでやっていきましょう。始める。なになにこれ、熊友劇場みたいに始まったけど。あ、こんな始まり方なんだ。お、すげえ。家ペラペラじゃねえかよ。なにこれ、紙じゃん。なあ、ハリボテなんだな。次へ。うわ、なんかやべえよ。不穏な空気が漂う箱が目の前に出現したぞ。マジかよ、マジかよ。待て。え？すげえ飛び出し方してきたな。桃太郎もびっくりだよ。このクマのぬいぐるみはあなたへのプレゼントです。世にも珍しいおしゃべりするぬいぐるみです。ああ、そうなの。いや、まあ、確か珍しいよな。てか、化け物じゃない。軽く化け物だよ。まずは、クマのぬいぐるみに名前を付けてあげてください。クマすげえ放置されてんな。え、大丈夫これ。いや、もうちょっとちゃんと立たせてあげようよ。いや、名前はね、売れ残り。売れ残りのクマを買ってきたからさ。いや、それをちゃんとね、拾ってあげているところが、まあ、僕のね、優しいところっていうことで。まあ、これが最後の愛情でございますね。おい、売れ残り。いや、これは売れ残るわ。それは売れ残るわな。あ、起きた起きた。何名前つけてあげると、ね、魂が宿る仕組みなのかな。うわ、来た。怖い。こんにちは。こんにちは。それが名前。名前売れる。いや、名前。売れ残り。もうトラウマになっちゃってんじゃん。素敵なのかな。まあ、残り物には福があるって言いますからね。とっても好きで、宝物です。いや、宝物しちゃダメだって、それは。あ、匂い嗅ぐな、匂い嗅ぐな。何の匂いだよ。俺の体臭、カレー臭だ、やめろよ。美味しそう。怖えんだけど、え、食べんのかな、俺のこと。あ、おやつを選んでください。あ、これおやつ。ペロペロキャンディー。え、これベトベトなんじゃん。ぬいぐるみにさ、ペロペロキャンディー与えたらさ、めちゃくちゃ毛ひっつくやつじゃないかよ。まあいいや、あげるか。それ何？ペロペロキャンディーだよ。タッチペンを使って見せてあげましょう。まあ、見せびらかすだけな。これ俺のやつだから。これ見せびらかすだけだよ。ほらほら。おう。どうや。食べたい。やめろ。俺のおやつなんだよ。しょうがねえな、ほら。食ってみろよ。ちゃんと食えよ、お前。それ高かったんだから。ペロよかったじゃん。これってなんて言うの？ペロペロキャンディー言ってただろ、さっき。話聞いてねえな。おやつの名前を教えてあげましょう。あ、そっからなの？豚の腸詰めっていうの。豚の腸丸めたやつだから。まあ、ソーセージとも言うんだけどね。うん。お名前？どういうこと？売れ残りって言ったじゃん。どういうこと？あ、俺の名前か。敬愛するコアラ殿。もう俺をちゃんと敬えよ、お前は。な、俺は飼い主なんだから。お前はもう俺の下僕なんだからな。敬愛するコアラ殿。ちゃんつけんな。コアラ殿ちゃんになってんじゃん。やべ、なんか、もっさくなってんじゃん。とっても優しくはねえだろう。だいぶ冷たく接してるよ。大丈夫お前。ちゃんと体温調節できてる？売れ残りの名前呼んでみて。あ、これで言うんだ。おい、クソ売れ残り野郎。ちゃんと認識したな。めちゃくちゃ喜んでんじゃん。ポジティブだなぁ。まあ、そこのポジティブさは見習いたいべきとこだけど。ああ、そうだ、嘘だよ、売れ残りだよって。パワーワードだな。これからよ。よろしく。ああ。まあ、お前と二人生活か。なかなか先が思いやられるなぁ。一緒に時間を過ごしたり、可愛がってあげるうちに、売れ残りはあなたのことに興味を持ち始めます。売れ残りに興味持たれてもな。あ、おしゃべりをしなきゃいけないんだ。まあ、しゃべるが、今回しゃべる会だな。ほらちゃんと息できるの。なんかめちゃくちゃラブ度が上がってんだけど。ねえ、喜んでんな。お前、服着ろよ、お前。動画出せねえじゃん。ちょっと、こするな。いや、じゃねえだよ。ねえ、コアラ殿ちゃんのペン、借りてるよ。勝手に使う。いや、それ事後報告すんな。
事前に聞けよ。人からペン借りんならダメだよ。事前にちゃんと聞け。そういうところはな、人間はちゃんと聞くんだよ、前もって。何に使うんだよ、ペンを。何お前。一人かくれんぼでもやるつもりだったの？自分を媒体として。何こいつ？文字書くことでできんの？すげえじゃん。観察ノート。いや、勝手に人の観察ノートをつけるな。なあ、それは人間としてはやっちゃいけねえことなんだから。ダメだって。ダメだよ、お前。何を書くんだよ。何何？文字練習かな。ああ、教えてくれた世の中のこと。ちゃんと覚えろ、マジで、お前。世の中のこと覚えねえとな、社会に出れねえぞ。お前今クソだからな、社会的に言えば。男だけど。え、そこから？え、そこから？男か女かもわかんないの。あ、そうな、性別についてまだよく知らないようだな。男だよ。どこにかっこいい要素をお前は感じたの？なあ。お相撲はしたくねえわ。なあ、男が全員相撲やると思うな。お前なんてワンパンだぞ。コアラ殿ちゃんがいっぱいおしゃべりする人。え？ゲーム実況なんで基本独り言なんだけど。やめてくれよ、もうお前。人の傷をえぐるな。独り言と一緒の。まあ、独り言だな。うん。やめろよ、メタ発言はよ。やめてくれよ、動画でそういうさ、俺の恥ずかしいところ晒していくの。おめえ大丈夫？体の中にポカロン入ってんじゃねえの。まあ、他何をやるかと。まあ、ご飯か。まあ、ご飯あげるか。まあ、これはな。お前ちゃんと椅子座れよ、お前。はい、だ、そこじゃねえんだって。そこはテーブルなの。あ、なんかご飯1個作れるの？これ何これ？何？トースト。あー、前も作ったな、トースト。はい、スタート。ストップ。はい、オッケー。はい、オッケー。いや、いいの、これで。まあ、一番美味しいところで渡せばいいのかな。じゃ、この辺かな。しょうがねえ。なんで、こいつめちゃくちゃ注文つけてくんじゃん。何これ。めちゃくちゃ小うるさいシュートンみたいになってんじゃん。あー、ここね。ここの赤いとこね。はい。一瞬パン爆発したぞ。あーでも美味しそう。あーすごいじゃん。フーフーして冷ましてあげようだって。ふっ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 。早く食え。手を使うことを覚えろ、お前は。あー食われた。ふっ。食え。冷めないうちに食え。一番美味しい時に食え。何？教えてほしいの。何や、今ちょっとさ、スマホいじってんだから。とっても素敵な絵なんだよね。どうだろうな。まあそうだな。独り言が。だやめろ。いちいちだから人の傷をえぐるスタイルやめろよ。おめえ、俺のことめちゃくちゃ嫌いだろ。俺の誕生日ね。うん。ここは真面目に答えてよ。はい。1989年じゃない、1989年っていうのね。そこちゃんと覚えてね。あーそこちゃんと覚えて。ってことでね、まあまだいろいろとやることもあるんでしょうが、なんだよ。なになに急に。なんでくつろぎ出した。まあ最後におしゃべり一回やってね、まあ終わりにしたいなと思います。はい、質問来ました。はい、質問してください。ビリビリ痺れる本は何？どういうこと？え、まだどういうことお前は。え？あ、なにこれ、なぞなぞ的な？ま、電気ってことだな。電気だったのね。いや、別に痺れねえよ、別に。ビリビリ痺れる電気は、どっちも電気だもん。そこから？本の電気も読まないで、置いておくと、熱電気。こいつ、もしかしたら結構頭いいのかな？何？矢沢永吉の成り上がりかなんか読むの？親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。いまだチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは
YouTube に存在し続けることをここに宣言する。